チャードサーサーと申します。1年間ね、日本語が分からない時にもう全部が大変でした。まあ、スーパー行ってどっちが塩かどっちが砂糖か分かりませんでした。もう何も分かりませんでした。それがちょっと大変でした。友達を作るのが大変でした。日本人が大体自分の仲間の中に知り合いがいるけど、外人としてどうやって会うかもう分かりませんでした。学校3校に働きました。普通の高校 もう夜間の国にも入りました。そして夜間のことがちょっと面白いでした。生徒たちがね、英語あまり興味がないけど、外人のことにちょっと興味がありました。 I built up a number of relationships with the students over the years, and over 4 years you watch a whole grade of students grow up basically. So in the first year they're very quiet, in the second year they're a little bit of a pain, and by third year you kind of, they've learned something and from you, even just about the outside world, so it's, and even just about growing up, so yeah. But there was bad things as well, I'm not going to talk about. まあ、大阪と神戸の後、バスに戻って、何これと思いました。この小さい町は、つまんないなと思いました。まだよく日本について考えます。そして、シドニーに来て、大きな町がいいねと思います。やっぱりホームということが実家ですが、まあ、毎日宝塚市の佐世川というところがホームです。仕事から家まで歩いた道とか、もう店とか、住んでる家がホームでした。もう毎日そのことについて考えます。もうその考えが悲しいだけど、まあホームです。